釧路の街からこんにちは、イマジンチャンネルです。今日は第2回目の YouTube ということで、前回よりも若干緊張しない予定です。早速今日は企画やっちゃおうかなと思って、今日はですね、コロナウイルスの感染拡大で最近増えてきてるテイクアウト、うちのお客さんでも最近結構積極的にテイクアウトを始めたお店たくさんあるんで、今日はその中で何店舗か、実際にテイクアウトしてみようと思います。でどんな料理があるか、またまあどんな人がやってるのかとか、お店の雰囲気もし、伝えることができれば、そのあたりも一緒にご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは行ってきます。じゃあとりあえず焼き鳥の坊手さん行きます。結構忙しい。マジ。このまま今オーダーしちゃっても大丈夫？全然大丈夫。大丈夫。出来上がるの遅いっす。出来上がり遅い。多分今6時と6時半とだから。坊手さん大盛況です。じゃあオーダーだけして後で取りに来る感じでも。あ、全然いいっすよ。大丈夫ですか？坊手のマスター高翔さん。これも始まってんの？これもう始まります。後でバツバツ来てるけど。そう。今日テイクアウト予約いっぱいみたいだけど、やってくれるみたいなんで入りましょう。なんかじゃあちょっと僕もテイクアウトできるものもしあれば、はい、あればしたいな。今ですか？今っていうか、はい、全然1時間後とかにもう一回来るでも大丈夫です。なんか盛り合わせでいいですか？盛り合わせでいいですよ。はい、はい、なんかマーク作って、それでマーク作って、はい、そうですね。はい、はい、先生さん無理やりテイクアウトやってくれることになりました。頑張ります。はい、わかりました。はい、じゃあ後ほど。すみません、何か使っていただいて。はい、いやいや、全然全然。ありがとうございます。すみません。お願いします。ありがとうございます。これはつかないように。今、次のお店、テイクアウト、やっぱり事前予約っぽいような感じがしたんで、電話しようと思ったら、会社に携帯忘れてしまったので、今まず一回、携帯取りに行って、で、電話をして、先に電話注文して、それから取りに行きます。ということで、まずは携帯取りに戻ります。これよくやるんですよ。戻ってきました。予約がちょっと必要っぽいんで、何件か電話予約を今からしたいと思います。いいですか？じゃあ行きます。はーい、お願いします。はい、はい、失礼します。はい、 OK です。じゃあオリエンタルプラザ行ってきます。携帯電話持って。じゃあまずは浜谷さん行きます。お疲れ様です。お、ちょっと私はすごいお世話になってる大先輩も見えてます。もう映ってる。いらっしゃいませ。どうもいらっしゃいませ。早速オーダーさせてもらっても。あ、よろしいですよ。これおすすめのお料理です。おすすめの、はい、でグランドメニューになります。グランドメニューで、はい、一応、はい、主人とも話しまして、はい、で緊急事態宣言出たじゃないですか、はい、で釧路もこれから、ね、まだまだ広がっていく可能性もあるので、はい、明日から自粛します、はい、で予約だけ、はい、予約いただいたらやる、はい、ようにしようと思ってます、はい、それで、まあ、インスタグラムとか、はい、フェイスブックの方でちょっと告知をして、はい、でもし予約したいって方いらっしゃったら、はい、いついつまでに連絡くださいとか、はい、でそれはインスタグラムとかフェイスブックのメッセージも OK です。 OK だそうです。 OK です。 OK です、ね、OK です、はい、だからでこまめに見てますので、はい、そこは連絡いただければ、はい、ただメニューとかに関してはないものとかあるものとか、はい、その時に仕入れてくるもので対応させてもらうので、はい、そこはちょっとお客様にもご了承いただいた上で、はい、ご理解いただけるんであれば、はい、やろうと思ってます。なるほどですね、うん、前向きに、まあ、前向きに、前向きに、ね、ここで収束させて、はい、うん、また今度来てみたいな感じにしたいので、はい、ちょっと自粛を自粛ですよ、うん、させていただこうと思ってます。はい、ありました。頑張って、頑張ります。ありがとうございます。近日、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、行きましょう。ありがとうございます。USB1 階の千石さんでテイクアウトします。
こんにちは。店長。はい。店長の新郎さんです。で、いきなりテイクアウト OK ですかっていうのを一応社長には確認取って。はい。あ、いつも大丈夫なんで。大丈夫ですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、急な対応ありがとうございます。で、多分やっぱ本来は電話予約した方が。そうです、スムーズ。スムーズですよね。はい、ちょっとそれ今日ちょっと勉強してます。いきなり行ってテイクアウトまずいですよね。まずいっす。そうですよね、はい。予約してください。予約で、ね。で、これからしばらくこの状況で、ちらっと Facebook 見たんだけど、はい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 、5月の6日まで、うん、来週の月曜日から、うん、完全に予約だけ。完全に予約だけ。はい、テイクアウトも。まあ、お店もだから予約もらえれば開ける感じです、ね。ああ、なるほど。2人でも3人でも、別に貸し切りにしたいならするし。ああ、なるほどですね。結構じゃあ、本当お客さんの安全面もやっぱり第一に考えてだそうです。やります。さすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。はい。ありがとうございます。もう、また近々ね。すいません。無理言って。お弁当にしました。あ、お弁当。嬉しい。お弁当2個、ありがとうございます。これが先ほど言ってた。これ野菜巻きの、すげーヘルシーなお弁当。もうおすすめです。おすすめだよね、はい。今この時期にはおすすめです。ですよね。これじゃあすいません、ちょっといただきますね。はい、結構インスタメインでお店 やってて、インスタの DM から受けてるんですよ。ああ、なんかインスタか Facebook でできればお願いします。大丈夫ですか。はい、よろしくお願いします。 OK です。はい、頑張ります。頑張りましょう。もう早く、まあね、みんなで楽しめるような中に戻しましょう、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。あ、はい、これやばくない、これ見えるか。後で開け、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、戻ってきました。買ってきたものはこちらです。じゃあこれから早速、いただきたいと思います。今日テイクアウトした、それぞれのお店の情報は、下の概要欄の方に、まとめておりますので、そちらもチェックお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。